松島パークホテルは宮城県宮城郡松島町にかつてあったホテルである。日本 3K の一つとして数えられる松島のランドマークとして大正時代から約半世紀にわたって親しまれたが、1969年に火災よる損傷から取り壊された。建物の設計者はヤンデッツェル。所在地は現在の住所で言うと松島町松島ローダ浜で、 千石線松島海岸駅前の松島海岸公園グリーン広場内にあたる。1909年、宮城県は松島を観光地として整備する松島公園計画を立案した。松島パークホテルはその中で計画された宿泊施設である。松島への外国人観光客の招致を意識したホテルだった。ホテルは観覧邸近くの海岸を埋め立てて建てられた。 1912年4月に寄港され、1913年8月15日に松島パークホテルは開業した。建設費用は47,333円85銭だった。ホテルの運営には、築地西洋圏、上野西洋圏を経営する北村茂正が当たった。当初は中央資本に松島パークホテルの経営を委託させる案に反対する声もあったが、 明治時代より海外でも知られた著名旅館の松島ホテルなど解明的な旅館主らが松島に立派な設備ができることは喜ぶべきとして協賛した。戦中の1945年松島パークホテルは日本海軍の海軍交渉第3回日所として使用され一般営業は休止された。終戦後には新中軍であるアメリカ軍の 第11空挺師団に接収されて司令官らの宿舎として使用された。新中軍はホテルをペンキで塗装し、館内を多少改装したという。1952年にアメリカ軍から返還されると、セン都国際観光株式会社がホテルの経営を引き継いだ。1955年には昭和天皇及び皇順皇后がこのホテルに宿泊した。 松島パークホテルの周囲には松島水族館に加えて松島ニューパークホテル跡地に動物園が新設されホテル周辺は松島観光の中心地の一つとなったしかし1969年火災で建物の一部が消失したことから松島パークホテルは解体された隣接していた動物園も閉鎖され動物たちのほとんどは 仙台市八木山動物公園に移された。ホテルが取り壊された後、その敷地は緑地公園として整備され、現在は松島海岸グリーン広場となっている。なお、松島公園計画が進められていた明治末期の宮城県知事は寺田博之である。寺田は松島パークホテル開業前に広島県知事として転任したが、 松島パークホテル建設の延古から広島県物産陳列館の設計者としてレッツェルを起用した。松島パークホテルの設計者はチェコの建築家ヤンレッツェルである。建物は中央の塔屋を挟み両翼が L 字型に伸びる構造で松島湾に面していた。建壺面積は約120壺だった。建物の外観は 松島の景観に調和させるために和風で作られた。両翼の屋根は入り萌や作りであり、また山側にあった裏玄関の周囲には、唐草堀や鳳凰をあしらった掛け魚など、簡略ながら自社建築の様式が見られた。一方、その内部は外国人宿泊客を意識した巡洋風の作りだった。玄関をくぐると、階段と左右両翼へ繋がる。 楕円形のホールである。海側から見て、右翼の1階には応接室や食堂などが、左翼の1階には、図書室、玉突き場、酒場などがあった。これらの下の地階は、厨房、使用人室、倉庫、暖房室として使われていた。2階部分は、浴室やトイレを含む寝室だった。中央の塔屋は展望室として機能していた。 1958年の小畜映画、モダンドュ中その恋待ったなしでは、松島パークホテルがありし日の姿を見せている。この他に、松島パークホテルで発生した殺人事件をもとにした映画として、1961年公開の警視庁物語12人の刑事がある。また、昭和30年代後半に、テレビで事件のドキュメンタリー番組が放送された。 松島ニューパークホテルは松島パークホテルの南側隣接地に設置された外国人客向けホテルである。基本設計を高橋貞太郎、実施設計を吉田58が担当した。1940年開催予定だった第12回国際オリンピック競技大会の東京市への招致活動において、1939年に 松島での外国人宿泊が予定されていたため建設された。総予算46万5千円で1937年12月に着工し、1939年8月に開業したが、開業から半年も経っていない1940年1月22日、失火により消失した。その後、松島ニューパーカホテル跡地は遊園地や 動物園用地として利用された。なお、1940年の開催が決まった東京オリンピックは、その後、日中戦争の影響から中止になった。ありがとうございます。